ください。はい、ひのチャンネル、最終回、はい、最終回ね、なんとついに最終回出ちゃっていいのかなっていう感じなんですけど、ね、じゃあまあ、自己紹介だけちょっとお願いします、はい、じゃあ自分からタコミンから、はいはい、まあ、5月1日から入店した、まあ、前回の動画でも出させていただいた新人のタコミンです。よろしくお願いします。よいしょ。あ、そしてひょっこりと、どっから今流行りの、ひょっこりはんじゃあ、あ、はい、つかさです。下、名前載ってないですけど、急遽ちょっと出ました。で、え、ひょっこりはん、俺のターン、はい、あ、どうも、ポン、じゃあレオナです。ポンって言うの俺、レオナって言う、あ、レオナって言わないと、そうだ、いないかと思った。そう、ナツさんと社長にぶっ殺されるとこだった、危なっめっちゃ酔ってます、やばいです。最終回のハイパー酔った。なんなら今寝てたっすね。危ないっす。この椅子、レオナさんと俺半分ずつにしてしっかり寝てました、ね、じゃあ寝てたって言うと聞こえ悪いから、気絶してた。いや、俺はまあ、まあ本当にそう、一回天に登ってたっす。一回やめて、危ない危ない。ほい、そう、なんだよ、つかさ。いや、違うっす。乾杯ってあるけど、みんな何も用意してないなっていう人。いや、じゃ準備して。すみません。はい。やばいね、最終回でこのグダ…もう、まあでも最終回ですもんね、まあでも、俺ららしくていいか。らしいっすよね。やばいね、なんか最終回だからなんかビーミヤさんでもなんか来んのかなみたいな思ったけど、いや、今日締め日じゃないですよ、実は。うち25締めなんで全然月初っす。全然もうほんと月初っす。なんか別にそういう感じじゃなくて、普通に酔ったっす。普通に酔ったっすね。なんかもうしん…ええー、みたいな。まあ、だから俺がとどめ刺されたのは、たくみが作ったハーブだ。やっぱ言われます。やっぱり俺がとどめ刺されたのは、たくみが作ったはい、なんか幻のね、なんかハーフのジョッキ。幻のハーフ。いや、わざとじゃないんですけどね、あれ気づいたら入っちゃって、ね、いや、それやばいじゃん。もう殺しにかかってんのかなみたいな、なんか普通に、ね、黙々とね、黙って幻のハーフ。そう、危なと思って。あの一杯だけは俺ちょっとごめん、今日普通にホスト申請初で逃げた。危ない。いつも逃げてない。いつも逃げてないよ。いつもそういうことっすね。いつも逃げてないよ。本当に俺いつも酒に乾杯しようや。乾杯しよう。お願いします。え、マジで酒入れたん？全員割り物のレオさんだけロック。もう俺だけなんかな。絶対水じゃないですか。俺だけなんかロックじゃん。どうせやばくない？あ、こ、ガチのロックじゃん。ん？何してんの？絶対マジっすか？いやいや、演技がすごいな。その顔は嘘っすわ。おい。バレた。今日全員すごいな。今日全員すごいっすね。いやいや、もう始まった。レオナさんガチのロックの時はもうマジで、いや、もう速攻置くのに、ガチのロックじゃんって、こう視聴率集めた時点でもう絶対ロックじゃないって分かるんですよ、やっぱ。いや、みんなすごいね、今日。もうやりに来てるね、俺のこと。ちょっとちなみにじゃあ匠飲んでみるか。大丈夫ですか？水でしょ。もう全くのあれだから。これ何、これ言ってみ。正直、いや、きついっす。嘘。あれ嘘。めっちゃきついですよ。あ、嘘だったらやばいよ今日。いや、嘘や。嘘やん、もう。え、匠やったな。匠やったね。やっちゃったね。やってね。めっちゃなっちゃった。まあタイトルコールもなんかこう、で今嘘ついた。さあ、はい、ゆっくり行こうや。言っていい？今日何も考えてきてないから。あの、なんか最後だっつって何も考えてないんで。寂しい。最終回寂しいわ。あ、同じタイミングで寂しいわってきた。なんかそう、せっかくだし匠になんか歌ってほしいな。歌うんですか？嘘、ごめん、それは。タイトルコール行きますか。レオちゃんの嘘。
じゃあ、言います。イノチャンネル、スタート。よいしょ。いや、びっちょいまさかの、ちょっとやばい、これは衝撃の事実。はいはいはい。あの、俺らがその、俺らの放送ピノとしての最後じゃなくて、そう、これ本当に うちらの最後の放送なんですけど、あの、そもそものナイトチューブ自体の最後、ね、ラストの放送、これうちが最後の枠らしいんですよ。いいのそれで。いや、これで大丈夫ってちょっと、いや、途端にもちょっとちゃんとやんなきゃみたいな、まあ、あの、マジレスするとなんかもっと有名店で締めくくる。自虐じゃないけど、確かに、はいはい、自虐じゃないけどさ、なんかね、さっきみたいななんか CM 入ってるようななんかドヤ顔でさ、はいはいはい、みたいなやってる。あ、ディスじゃないよ、今のはディスじゃないよ。まあ、かっこいいからね、彼ら。知らん、 DIS だと思ったっすけどね。そう、まあまあまあ、いや、ぶっちゃけディスってる。最後だからいいよ、ぶっちゃけディスっとるよ。うん、調子飲んだよ。いやいやいや、もう俺孫さんに関係ないですからね、ここは。あんな、よう、なんとめっちゃドヤッ、ね、結局、あれですか、じゃあこれで、もう完全にこれ自体がもう終わりってことっすね。あの、ピノチャンネル以前にこれ自体が終わりってことっすもんね。マジか。じゃあナイトチューブがもう最後なんでしょ。いや、もう完全な最後みたいですね。そうそうそう、だから急に重くなったんで、はいはい、なんか普通になんか CM 中にキュッて言われたから、はいはいはい、まあ、こんなベロベロで喋ってる場合じゃないんですよ。そう、だからあの、なんか一気に酔い冷めた。いや、ほんとこれ、あの、伝説の1ページにしなきゃいけないってことですよね、これ。責任重大ですね、最後、うん、でもなんか別にそれはなんか、あの、責任重大で、あの、荷が重いのを処理する能力俺らにないから。確かに。しかも超酔っ払い。そう、ましてや、あの、普段よりも、あの、本当にあの、能力下がってる、下がってるからね。うん、なんかもう、なんかそれこそなんかこうチャイポ売りたかったよね。確かに、確かに、なんかチャイポ、まあ、でも分かんないですよ、新たなこの新たなこう、ね、俺のライフはゼロや、ゼロや。変換ミスだろうけどね、ゼロや、まあまあ、ゼロですよ。本当に、てか最近ずっとゼロ。今日とか特にね、なんかもう、でももう本当にもうラストにふさわしい葬式具合。勝ってるペット診断官、これはこれでいいんじゃないってコメントもあるんで、まあ、うん、危ねえ危ねえ、俺もせっかく最後なんで。え、ガチで終わりなんですか。ガチっすね。本当に本当にこの後完全全部終わりってことっすか。はい、全部終わりってやばいですね。ね、完全な最終回ここってなかなかすごいっすよ、ね。うん、いや、うちじゃダメでしょ。それはやばい。でもあれ、それはそれでやばい。なんか自分で言っちゃダメだけど、でもまあそれはうちじゃないでしょみたいな。ごめんなさい、他は多分もっと早い枠取ってるってことですよ。なんかこう視聴率みたいなのもあるじゃん、なんかその、まあ、もちろんチャンネル自体の。いや、初めて見たけど、いつもどんな話してんの。いや、いつも無計画っすね。その場その場で、なんかその、なんつうの、なんかチャイポに歌わせたりと、なんかまあ俺もなんか歌わせたりられたりとかしたけど、まあそういうのぐらいで、なんか別になんか普段ね、こうやってまあ彼とかすごい新人なんですけど、まあそういう子紹介したりとかみたいな、なんかまあそういうなんか、まあ別にそんななんかね、うわめっちゃ笑えるわみたいなチャンネルではなかったんですけど、まあ、でも何が持ってるかって、この本当の本当の最後にラスト枠、本当のラスト、全体合わせても最終回にいるっていうこのタイミング、最高にヤバいと思うんですよ。そう、ある意味ラッキーですね。だからもうタクミンなんかめっちゃ持ってるよね、やっぱね、このタイミングでいるっていう、はい、本当のたまたまですもんね、うん、左って俺のこと、左レオンさんですね。まあ、レオンさんですね。いやいや、俺の自虐ってだけ、そりゃそうでしょ、カラオケするのの振りもやばいでしょ。まあ、じゃあレオンさんが最終的にね、あの、本当のラストンっていうのはやっぱ出てほしい。ああ、ラストン、まあ、あとで、それは後々、あと10分ぐらいでなんとかしてもらうとして、
今日何杯？今日2杯飲んだ、2杯2杯まあ、いやいや、絶対嘘じゃないですか。いや、ラストソングもね、はい、2本じゃないですか、2本まあ、今日ともね、あの本当にあの、ありがたいことにね、めっちゃ飲ませてもらったっすよね、今日。そうなんですよ、だからもう本当にまあでも、最後にもう一回言うっすけど、最後にとどめ刺されたのはあの、匠の作ったあのね、すごい大きいグラスのハーフのなんかやっぱレオナさんうまいわ、大きいグラスって言ってこうやってやるのが持ってるわ、もう完全に顔よりあるから、顔よりあるからな、おい持ってるなよ、よくないね君たちのそういうなんか幻のハーフっていう、顔より大きいから幻のハーフ、よくないよね、よくないちょっとなんか俺がなんかさ、飲んでないキャラみたいな。山さんいつもだって乾杯してすぐ、はい、置くからな。ちなみに今日もだって3回ぐらい聞いたもんな、全然余ってるっていう言葉を。ほら、全然しゃべる、全然しゃべる、でも結局飲むから、まあ、それ待ちみたいなとこあるじゃん、はい、まあ、飲んでない飲んでないみたいな、本当は構ってほしいくて。なんかそう、キモい、キモいよね、それ。いやいや、そんなことないですよ、キモい、はい、最終的に飲むっす、突っ込む、突っ込まれたいだけ。あ、大好き、ケノ大好き、それはほんとかよ、アイスの方かな、ほんとに、なんかもうチャイポーじゃないの、大丈夫。なんか今日チャイポーなんか出てくれんのかなみたいな思ったら、なんかそんな感じじゃなくて、はい、そう、で、なんかこうチャイポー、なんだろう、ナギさっき言ったんですよ、実は。あ、そうなんすね。いや、言ったじゃん。すごいね。そう、ナギってそのノリでなんかみんなできちゃった、ね、だからさっきのあれですね、まあ、今日の最終回のメンバーなんで決まったのって飯に釣られた人たちですね。あ、そうそうそう。いや、俺釣られた、まあ、竹谷さんもレギュラーも別に俺らも近いだから、まあ確かに最後だわって思いながら軽い気持ちで来たらガチの最後らしいから、ナイトチームとしても、うん、え、マジでピノチャンネル自体が最後だと思ったらまさかの全体的に最後っていうのはなかなかないですよね。マジかみたいな。だって何番組あるんだって話ですよね、ナイトチームの中で。え、でもなんかなんだかんださ、なんかこれナイトチューブもうやめるやめる詐欺みたいな。そんなのあります、そういう感じないっすか。いや、ないかな。あ、完全完全な終わりなんすガチガチっす、やめるやめる詐欺みたいな、あ、なんかこうなんか名前変えてやるみたいな、そういうのじゃないっすか。それご、よくホストクラブであるやつですね。そう、なんか税金対策とかじゃないっすか、大丈夫っすか。会社名だけ変わる、そういうのじゃない、そんな感じじゃない。あ、ガチ、そんな感じじゃない、悲しいやつですね。まあ、そこに関しては多分何とも言えないと思うんですよね。まあそうだね。まあ、だとしても、言えない。だとしても、放送上で言えない。だとしても、なんか俺らみたいな、なんかね、しもしもには言わねえよみたいな。よく放送、またなんか左の刺激やばいよみたいな。ディスバッカ、左の刺激やばいよ。そう、左の刺激やばいから今日。そう、じゃあ全ての放送に終止符を。もうこれ最後にね、完全新規店のやつな。そう、よくあるよね、よくある。いや、メンバー一緒やみたいな。なんかね、ずっといないこいつみたいな、はいはい、そう、だいたいブスだし。それ、それめっちゃディスる、やっぱディスるせいか。めっちゃディスる今日。まあ、あの、こっから、こっから先は別に何も言ってないですから。こっからこっち、こっからこっちは何も言ってない。もう今日はレモンさんが今いい波だった。いや、もういいよ、はい、最後だし、もうどうでもいいよ。ちょっとなんか爆弾欲しいって言ってますよ。じゃあ、これレモンさんにじゃあ全ての質問を今、はい、じゃあ預けますか、ラストなんで。じゃあ、レモンさんにこの流れでなんか質問してもらっていいっすよ。何、ギリギリ俺みたいなコーナー、ギリギリ、ギリギリレオナをじゃあこの CM の後にやろうと思うんで、はい、じゃあ、匠 CM どうぞ。まあ、じゃあ CM の間にこうパン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 って投げてもらったらギリギリ、 CM の間にパンパンって入れてもらえれば、答えられるもんだったらギリギリポンじゃなくて、ギリギリポン、じゃあ今からね、これラスト、ギリギリラスト、ね、やろうかな。ま、ラストマジでギリギリポンでいくよ。だからポンって言うと、夏さんとあの宮部さんに乾杯されるから。もう二度とポンって呼ぶな。誰が、レオナさんって呼びなさい。誰が、皆さん、みんな、じゃあ皆さんがね、レオ、皆さんがね、じゃあギリギリポンでいきましょう。はいはい、いや、だから、乾杯される。行こう、行こう、はい、行こう。では、CM どうぞ。よいしょ。
今日も新人連れてきました。マシュマドランドから来たルキだよ。また絡みづらそうなやつ連れてきたな。お前本当にホストやるキャンの。ミツバチルンルンスイートメモリー。ドミジュリーク大丈夫か。ナイトチューブ最後の CM が開けてしまいましたけれども、はい、まあ、残り15分お付き合いください。まあね、CM 中なんか俺のぼやきなんですけど、そのまあ本当にガチで俺らで最後大丈夫かみたいな、そう終わり方期待はやばいじゃん。え、こういうの終わり方期待ガチでなんかそのなんかイケメンのさ、なんかエアさんエアグルなんかもうガチのなんかそういうので終わらせた方がいいんじゃないかなみたいな。ん？思ったんやけど。いや、いやピノならやれる。やばくない。そんなことに CM 中のさ、はい、質問質問なかったんだけど、全く一個もない、うん、一個も来なかった。そうそうそう、なんか一個もないっていう。そう、なんかね、期待して俺もなんかおしっこ行かずに待っとったのになんか一個もなんか質問質問結局一個も来なかった。ギリギリレオナさんないしさ自分でさ、はい、自分でポン言いたくないから自分で判付けたから。あ、質問いいですか。いいえ、質問はっきねえな。みやびさんは最終回はなんかわかんないです。なんか今日もう気づいたらいなかったっす。歌舞伎入れなくなるぐらいの爆弾期待。おー、レオナさんで、ちゃんとレオナさんって言ってくれてるんです。なるほどね。いや、てかなんか普通に某掲示板によれば普通に俺もなんか普通に歩けないぐらいなんかディスられてるんですけど大丈夫ですか。まあまあ、へえ。何、へそんなヤバいですか。俺全く見ないんで全くわかんないですよ。そう、いや、なんかねあることないこと、じゃあ見なくていいよ。そうなんだけどね、まあまあ、なんかもう言われるじゃん、うん、そう、そんなヤバいです。だからやっぱさ、俺なんかその家の写真疑惑みたいな上がった時もあれば、あーあったっすね。そう、今はなんだっけAV 男優って書かれてるんですよ。誰がさ、いや、レオさん、レオさん、それが AV 男優って書かれてるし、なんかあの、なんならあの梅毒まで書かれてるし、はいはい、そういやいやいやみたいな。いや気づくじゃん、さすがに梅毒はさすがに気づくじゃん。こっちだってバカじゃねえの、うん、自分でほっときたくないっすよ。そう、男優、ねええね嫌だよ。いいですか。男優キャラもいいんですか。なんか射精のためにギャラ発生するみたいな。輪ゴム、輪ゴムっすか。輪ゴム、そう、輪ゴムシステムじゃん。いい輪ゴム。え、それシール男優ですよ、多分。へー、しかも貝、貝のしかもシール、シールシールって一番しょぼそうなんだよ、男優ちゃんみたいな。そう、ネガティブなニュースも、それはそうだよ、目に入れない方がいいよ。見ないように生きてき、生きたいよ。まあ、こっちだってそんだけまあね、かかれるって一つのあれだけどね、はい、そう、こっちだってそうじゃん、注目されてる証拠だから、はいはい、ばんちゃんの転職、ばんちゃんの男優に転職。私なんか俺が囲ってる女今痛い説みたいなとかさ、いや誰も囲ってねえしとか思そうで、なんかこうさ、俺ガチで普通に今日そのなんつーの食材をいっぱい買ったんですよ。食材とは、そう、いや食材っす、はいはい、普通にお野菜とか、なんか お肉とかさ、普通にスーパーで、あ、自炊するんですよ、僕結構。でそれをなんかこう、そう、ガチで料理するんよ。レオさんめっちゃ料理うまいっすね。で、なんかそのまあなんか、なんだかんだ結局なんか時間がなくて消費できないわみたいな思って、今日なんか誰か食べてやみたいな、そのうちにある食材みたいな言ったら、もう速攻よ。いや、あいつなんかいきなりなんか女いないアピとか始まったけどみたいな、あの某掲示板。いやいや、すごいね。それいつ書いたんすか。え、ありますか。ちなみに、え、わかんない、今日普通にな、今日更新して、今日その今言ったのを更新したんすか。わかんない、なんか今日あ、だからツイッターっすよね。そう、ツイッターに書いて、そしたらなんかもうのみんな好きだね、俺のこと、ほんとになんか材料が余ってますね。みんな俺のこと叩くの好きだよね、ほんとに。ほんとに最後だから言うけど、バカじゃねえなって思うから。いいじゃないですか、書かれてるのは、もう本当に。そしたら、なんか速攻で入ったの。もうさ、叩かれすぎて落ちとるから、もういいじゃん。
いい加減。そう。モテてる証拠っすね。うん、はいはい、いやだからロック。え？絶対嘘だよ。もうだって変わってないぞ。なんならもう今の話以前よりもそれが一番やべえ。はいはい、それが一番やべえ。いやロック来るじゃん。今度掲示板にロック詐欺してたよって書かれないですか。いやもう前怖いよ、もうそうなったらもう今のこの時点でこうやった瞬間書いてあったら怖いよ。それ見ねえけどめっちゃ見てるし、怖えよ。それいいよ、別に叩くだけ叩けばいいけど、そう別にそんな痛くねえからね、みんなねやればいいじゃん。いや見なきゃいいんですよ、そもそも。いやなんか言われる、見ないから分からん。普通マジですぐ言われるんだよね。でも自分っていうか、なんか周りが見えるから結局あるし。そう、俺なんか全く言われないですけどね、まあ、見てたとしても俺が分かんないです。普通にあのなんかなんだっけ、なんかあらゆる叩きを見てきたけど、はいはい、あのあえぎ声みたいな叩きは初めて見たよね。代表にめっちゃ言われたから。あえぎ声ってな、まあ、それ突っ込まない方がいいのかな。そうマジで本当にいい加減にしろよみたいな。それも言った方がいい。なんかもう最初だけで言った方がいいよ、もうそれは。もう皆さんそうあえぎ声言った方がいい。だしあの本当にあの分かってんだよもう。誰が書いてるか。そういやもう、うん、それはその叩きが始まった時からもうね、何ヶ月経ってんのねって。俺は分からん。俺は分からん。そうでもこれ多分あれですね、榎本さんみたいな。あそれ、あこれ P で、これ P で、これ P で、榎本さん。え、まあ武田さん多分知らないですもん。知らないのか。うん、そうそう、まあだからあんまね、録画しました。録画しました。録画しました。やばいやばい。しろしろしろ。誰？よくよくしとけ。よく録画もよく録画しとけ。まあまあまあ、まあ、とりあえずはい。でこれ絶対みんな気になってもう一回は見ますよね。うん、なんか別にどうでもいいし。どうでもいいからさ。なんか俺なんか愚痴会みたいになっちゃったから、ちょっとはい続けて。なんか酔ってると。ここからのパスはきついな。はいはい。酔ってなんかこんなんだったら、なんならこのまま押してもいいぐらいだから、全てをさらけ出しましょう。なんか最後なんかだから、あのチャイポーのあの愛の爆弾でお別れしたかったところなんで。いや本当はもうやっぱ本人登場でよかった。そうなんか誰かビーズできないの。ビーズビーズはシューズさんもいないしな。いや塚地がワンチャイ。いや塚さんいけるっしょ。いや全然いけないです。で一回一回一回今日もーのとこだけやってみる。どんな感じでしたっけ。いい、そんな絶対分かってるじゃん。分かってて、そういうの良くないと思うよ。正直言ってみる。一日って言って。ああ、はい。いや、そんななんかさ、ええ、ちょっと、まじガチ、ちょっと、なんか、分かった、そう、分かった、そう。え、あ、行きます。あ、いい。今日も。いや、お前マジ普通にガチ。お前なんで、お前、ビーズで来い。ええ、もう、ビーズ。俺らは完全任せてるから。チャイフォーってどういう意味？なんかどっかの言葉でたくあんって意味らしいです。ああ、チャイ語で、うん、チャイ語でたくあんや。そうなんですね。そうなのね。この間自分で知ってちょっとショック受けてたっす。本人が。ああ、それ知らずに、はい、何で言ってたら。なんかあんま意味ないらしいですけど、あ実はたくあん。そう、いや、そう、チャイ語でたくあんなの。え、どこ中国で、ね、タイだよ、タイか、うん、え、台湾なの、台湾。どっかの言葉で。え、だから中、なんかチャイ語でしょ。中国だよ。タイなんじゃないんですか。中国やろ、だから普通に多分台湾や、台湾そうだ、台湾どっちか、タイか、台湾かどっちかので、タクワンらしいです。そう、チャイ語でタクワン。え、チャイ語じゃ、え、中国じゃないの。まあ後で調べてもらえ、まあまあまあ、気になる方はまあ、うん、後で調べてもらえ、はい。そう、なんかまあでもタクワン説はあるよね。ありますね。なんかめっちゃなんか誰だっけ、お前が持ってきたやつだよ。僕じゃないですね、誰かがなんか別だね、多分ね。まあでもね、なんかうちにはもうそういうなんかもうチャイポーもいれば、なんかもうスーパー叩かれてる俺もいればね、なんだっけ、あ、出た、高身長のイケメンのなんだっけ、匠。あ、ごめんね、ちょっと一瞬名前忘れてた。あ、いやいや、そんな感じ、ちょっとまあ記憶がやばい。まあ匠ね、いればね、なんだっけ、なれる、なにる、なにたけるだっけ、なんだっけ。いやもうすごいな、酔っ払い。酔っ払い、酔っ払い、酔っ払い、でもよいしょ、ポーン、よいしょ、ポーン。ちげえじゃん。滑る、滑る、たけるじゃないかって。いやもうそれがもうね、今日宮城さんや、いやこれはダメだ。飲める、はい、喋れる、たけるもいれば、
なんで、つかさちょっとキャッチフレーズみたいなないの。ちょっと、つかさの特徴だけちょうだい。最終回だよ、最終回だよ、つかさの特徴だけちょうだい。滑るぞ、やばいぞ、これ。僕はもうあれじゃん、ポンって、もうあれじゃん、あれじゃん、もうポンってこのアルファベットも完全あれじゃん。つかさのちょっと、ニュースだけちょうだい。どうしますか、昼にやってるやつ。昼間やってるやつ。ポンっすよね。これ特徴、煮卵ぐらいですか。あー、ほら、これ拾ってくれんの。ひどいっすね。拾ってくれんの。弱いな。まあ、卵だけは、まあ、うまいんですけど、まあ、そんな感じでね、なんか、まあ、大体みんなすげえ個性持ってね。ちょっと、やめろ。してるんで、だって、もう結構残り短いでしょ。卵うまいの？誰か食べてくれた人がいる。そう、なんでね、まあ、これ本当にガチで最高らしいから、今何分だって、56分でしょ。今？やべえじゃん。そうだからね、そんな感じなんで、僕最後見てくれてる方とかね、本当に1回でいいからね、はい、うん、初回でもいい、ね、いやもう貴重ないいんで、いや、まあ、本当は指名がいいよ、そりゃね、まあまあまあ指名がいいですけど、まあね、だし拡大移転もするし、これから加速していく店だから、それをまあね、一目でもいいから見てくれたらね、なんか得点ある。いや、チャイポーがいればな、まあ、決定権がまあちょっと、いや、じゃあ、なんか得点ある。いや、あの、普通にもういいよ、あれでしょ、あの、普通にこれ見たって、はい、本当にガチで来たら、本当にその、もうキャッシャーで言ってくれたら、なんかつくよ。なんかつくよ。チャイポーのおごりでテキーラだったような。あ、チャイポーのおごりだったら別に何でもいいっすよ。まあ、前回確かにそうだ。そう、だってそうなんです、あいつの財産が減るだけだからね。はいはい、いや、別にそれはいいっすよ。そう、なんか1分前らしいんですけどね、はい、まあ、別れだし、まあ最後だし、バースデーの告知でもプラス、なんかピノの PR でもしていただけたらな、たけるさん。あー、いいっすか、じゃあ、たけるさん、6月23日私事ですが、僕のバースデーなんで、あとは本当に7月の半ばぐらい、もう本当に6月過ぎて7月の半ばぐらいに本当に拡大移転するんで、まあ、今の箱来てもらっていく方は分かると思うんですけど、はい、あの箱のもう7月の半ばはもう3倍になるんで、本当に4倍じゃね、分かんない、3、4倍、3、4倍になりますね、本当に。なんで、ぜひ拡大移転ね、見てほしいよね。見てほしいですね、はい、新しい箱を。俺らのその大きくなっていく様を見てくれたらね。そうっすね。あれだけど、まあこガチで最後らしいんでね、本当にごめんなさいね。はい、本当に今までありがとうございました。ありがとうございます。いや、エアグループじゃなくてごめん。よし。